ミラン・ニコリッチは、セルビアのアコーディオン演奏家。ユーゴスラビア連邦のセルビア社会主義共和国、ヤゴディナ出身。ロシアのモスクワで行われる、ユーロビジョン・ソング・コンテストの2009年大会で、セルビア代表として、マルココンと共に、楽曲、シッポラを披露する。パリで幼少時代を過ごし、そこで音楽を学び始める。 パンチェボの中東音楽学校でアコーディオンを学んで卒業し2004年にフランスのパリ国立高等音楽舞踊学校を卒業したアコーディオニストとして多くのコンサートに参加しまた多くのセルビアのアーティストと共演しているユーロビジョン大会で披露する楽曲サイプラを共同で制作したマルココンアレクサンダルコバツとは大会の2年ほど前から共に活動している AB マルココナンドミロンシッポラセルビア2009 2009年5月閲覧ありがとうございます